綺麗、お水、水綺麗。綺麗。ちょっとお水飲ましてうん、楽しい、綺麗、なお、ちょっと、お兄ちゃん行ってくるから、なお、お兄ちゃん行ってくるからね、ね、外に出たりしちゃダメだからね、分かった、ね、分かった、お待たせいたしました。担当の霧島でございます。と本日はどういったご用件で？あの前にも来たんですけど、妹の生活保護の件で。飯田悟様ですよね、はい、以前申請に来ていただいた。はい、そうです。それでその結果ってまだ出ないんでしょうか？先日申請書類を提出されたばかりですよね。はい、その際にも話しいたしましたが、後日飯田様のお宅を家庭訪問させていただきまして、収入や資産などの。だからその収入なんて全然ないんですよ。確認のためですので。それでいつ頃申請降りるんですか？申請が降りるかどうか分かりませんが、1ヶ月以内には。1ヶ月？まあ審査には時間がかかりますので。いや、僕に時間がないんですよ。妹さんの障害等級はとこちらに書いてある通りに。いや、だから何なんですか。いや、ていうかこんな昔のやつわかんないでしょ。こんな B 判定であれば働いてる方は大勢いますけれども。だからなおは仕事ができる状態じゃないんですよ。しかし統計では。だからこんな書類で何がわかるって言うんですか。あの、帰ります。ごめんください。